さてと、ほんだらさな、うちが陽子だったとき、一番印象的なのは、三笠陽子だったとき。あ、痩せに行かないと思い出さないかな。東京に行かないと思い出されへんと思ってね。三笠陽子。三笠のやつも後で作られた、ね、三笠っていう名字は藤原清の名字ですよ。まあ多治見にも三笠町ってこっちの方にあるけど、まあ三重町から見たら、まあ、隣の町ぐらいの一種か一種の一つかな、錦町から三笠町、三重町の隣で、ね、それで、あ、じゃあ間に三重町と、あの、だから三重町と三笠町の間に錦町が挟まってるかな。だから、みゆき、錦、三笠。みゆきちゃんは言うでしょ。で、錦は死体。で、三笠は、まあ、卒業。子供産んでもいいですよ。お疲れ様。っていうね。だから、その三つの町内が実のことで言うか。で、そこの世間頭が西浦家、今もあってな。まあ、西浦のおっさんこっちなんですよ。まあ、弟やと。で、こっちの方が言うと、まあ、まあ、言うか。あんまり複雑に言うたらね、その人の家ですね、一応ね、法律でもね。で、まあ、いくら暴力なんかいいよね。まあ、まあ、ほっとこ、これ以上。で、そうそうそう、みんなの、あの、萩原も暴力団なんか卒業してるよ。そのわけやで。俺だと歯医者やってるもん、うちのとこな。でしょ。そんなんだったら戦国大名出身ねえんだから、みんな、あの、ほとんど暴力団やってる時期あるんだよ。そんなもん知ってて黙ってんのやろ知らんかもういいな。こんなん知らんの男も知らんかも。伸びたか知らんの伸びたタイプは絶対知らん。で、知ったら君に憤慨するの。なんで何がかの戦後大の暴力団になったって。じゃあ教科書載せんといてって。そこまで言うのったら立派だよ。それは言わないんでしょ。夢壊すな。だからけしからんやろどういうことで、戦国大名のやってたことある暴力団じゃないんですかって。そんなことないとって言ったら、あの、どうやったらいいのじゃじゃあ暴力団はあれ戦国やってないの大名じゃない、大名じゃない。じゃあ大名の時教えて。ほんまに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 。だから、あのシリーズの言ったの男の、ああ、あんた、つらいとして。結局、その、陽子か。陽子の前は、はい、めっちゃしっくりくるでしょ。ね、このボディめっちゃ陽子しっくりくるのよ。甘っていうのは、まあ、うちの、どう言ったらいいんだろう。即意味じゃないけど、しっくりきちゃった。なるだから、ださ、な、うちも似てるよ、さっきの話と。戦国大名が暴力団なんて、って、憤慨するみたいな。即意なんて言葉出さって。ダサッとグサッとグルダサッグルダンサからダンサーダンサーなな、あのね、その前オルガヒナトリにならないようにオルガ、しかも一遍ロボットにもされてるけど、もともとロボットになるのやって、誰かのあれやって、あの性奴隷、そのくだりを結局王女の物語でどなたかが告発してくださって、誰かのおもちゃに完全に乗っ取って皆さんの修理はオルガで、ドイツ人のオルガなんで、下の前だからマックがついてくる。あれは何じゃん。オルガマッカー、マッカーシーさんの、あの、あれ、カンさんというか、マッカーシーって男の人の奴隷になってた、セイドル。オルガ、メルクリウス。ああ、ちょっとメルケル。ああ、メル、ああ、そっか、その娘がメルケル。今回別にいいよな。まあ、アンゲラ・メルケルを見と。それは母親が多分出ちゃったのかな。それが第2位やったんじゃない、第2中。で、一気に話、遡ったでしょ。第3で、うちの相手だったら右手についたけど、第2の相手はマッカーシーっていう人がいて、その時のうちの名前はオルガ。第2中のうちの名前はオルガ。で、第3のうちがヨーコかな。第3が、陽子から秋子、連チャンシリーズだった、はい。で、そこからなし崩しに、第4がアスタ。で、第5が、まあ、
まあ、等しいチョコ先に押し付けられたけど、甘いね。で、まあ、秋子の一種の大道っていうね。で、まあ、秋子変に押しっていうね。まあ、だそれ第三4個じゃん。だから、おる、第2はおるが、あ、第1はあるね、ある。第1がある。第2がおるが、第3が4個。第4があった。で、第5がまあ、秋子。です。一応ね、秋子系。秋子系の、まあ、甘わって言ってね。まあ、小さい時はうちのこと、秋子、秋子って呼ぶ人多かったね。近所の人がね。家は、お父さんが一回だけなのかな。でもこれちょっと、上のところ、そっか、近所の人に、そう説明しちゃった。一括だと思ってたけど、まあ、しばらく近所の、まあ、子供、ほとんど子供だけかな、うちのこと、秋子、秋子呼んでたし。で、今回、秋子呼んだとね。戸籍名っていうか、うち戸籍いじれるからね、お知識はね。天皇家にいじれるよ。何個かあるんちゃう戸籍勝手にいじれるよ。山口組も最近は、うちとの、ね、その、やりとりがあった時以来、山口組も、山口家もね、戸籍変えれるようになってるみたいよ。絡ましてたのね。ああ、いらんこと言っちゃったね。おしゃべりやろう、女って。